今度のバザー当番どうしようね。各自家から持ってきた不要品以外にも何か売り物が必要なんでしょ。去年は保護者の手作りクッキーを販売したんだってさ。それいいじゃない、作りましょうよ。彼女たちは子供が同じ幼稚園に通ういわゆるママ友仲間だ。今回はこの4人の中から一番ヤバい考えの人物についてご紹介する。子供のおやつはやっぱり手作りじゃなくっちゃね。彼女の名前は千春。30代前半で夫と2人の子供がいる専業主婦だ。いい考えだと思うけど手作りクッキーは厳しいかもよ。今は働いているママさんが多いから。私もフルタイム勤務だからちょっと。だって子供のためなのよ。絶対に手作りクッキーがいいって。千春さんの意見もわかるんだけどね。やっぱり専業主婦じゃなくちゃ子供に愛情ってかけられないのね。はあ、だってそうでしょ、働いてたら子供と過ごす時間も減っちゃうし、手作りクッキーすらも作る時間がないなんて母親としてどうかなって思ってさ。千春さん、そんな言い方ってないでしょ。みんなそれぞれ家庭の事情があるんだから。そんなの旦那が妻を愛していない証拠よ。女は家を守るものなんだから。専業主婦っていいわよ。みんなも旦那さんが早く昇進して仕事なんか辞められるといいわね。このように千春は過剰なまでに専業主婦の良さをアピールする女だった。彼女のマウントはとどまることを知らず、次第に露骨さを増していく。そもそも千春がこんな偏った考えを持った理由、それはとある海外の求人誌がきっかけだった。へえ、主婦の仕事って年収1000万円にも値するほどの価値があるんだ。それじゃあ私も1000万円プレイヤーってわけね。これは様々な職業の仕事をその分野の専門職の時給で算出したものだった。だが料理の時給にプロのシェフレベルの時給が適用されているなど、現実的に適切な金額だとは言い難い。しかし千春はこの記事をすっかり真に受けてしまったのだった。なあ千春、この前パートを探すって言ってた件はどうなった？あんなのはやめよう。主婦の仕事は年収1000万円クラスなんですからね。私は家庭を守るから、あなたは外で一生懸命働いて。え？これからは私がお金のやりくりを全てやるわ。お小遣いが欲しいならその都度言って。ねえ、それはちょっときついぞ。だいたいお前が働きたいって。口出しするなら離婚するから。こうして千春は専業主婦の仕事に専念することにした。実際に子供への愛情は本物だったので主婦業は手を抜かなかった。今日のおやつはママの手作りケーキよ。わーい。ねえ、買ってきたケーキとママの手作りケーキどっちの方が美味しい？ママのケーキだよね。こっちの方が国産なのね。千春は高級な食材を使って食事やおやつを手作りし、出来合いの惣菜などは一切購入しなかった。だが一方で千春は自分のためにも湯水のごとく金を使った。はあ、やっぱりエステは最高ね。そうだ、フェイシャルのコースも追加しちゃおう。おい、また化粧品を買ったのか？そんな固いこと言わなくていいじゃない。私が綺麗なままでいればあなただって嬉しいでしょ。まあそうだけどさ、エステ通いや高級化粧品の購入も全てが輝かしい専業主婦でいるための投資だった。そして千春の行動はさらにエスカレートしていく。七穂さん、こんにちは。お昼をごちそうになりに来ました。千春さんたら、またいいじゃない、ランチはママ友の家で食べる方が親密度がアップするのよ。私一度も千春さんのお家にお呼ばれしたことないんだけど。うちはお招きできないの、ごめんね。ちなみに七穂はこれをきっかけにパートに出ることになった。
ああ、うちの職場の時給全然上がらないの。だけど今さらパートを変えるわけにもいかないしさ。わかるわかる。時給1000円以上のいい仕事ないかな。え？専業主婦なら年収1000万だから時給に換算すると2000円以上よ。どうしてみんなそんなバカみたいな時給で働いてるの？あのさ、そうは言うけど実際に専業主婦の仕事はお金が発生してないよね。私たちだって働いてるけど家のこともちゃんとやってるからあんまり強く言わないでほしいな。でも納得できない。愛子さんたちを働かせている旦那さんに私から一言言ってあげようか。絶対やめて。その後もちはるは華麗なる専業主婦マウントを続けた。だからね、妻が専業主婦であることは家族にとっても素晴らしいの。年収に換算すると1000万円なんだから、もっと自分にもお金を使って。それに奥さんを働きに出す夫って正直どうかなって思っちゃうのよね。本当は奥さんのこと愛してないんじゃないのって。千春の発言は顰蹙を買い、少しずつママ友が離れていった。それでも本人はどこ吹く風で持論を展開し続けた。ねえ、千春さんってあんなこと言ってるけど旦那さんって高給取りなの？言っちゃ悪いけど職場は確か手取りが少なくて有名な会社だったはずだよ。じゃあ何か見えないところで節約を頑張ってるのかな。案外裏で悪いことをしていたりしてね。みえさん、それはないでしょう。さすがにね、そこまで悪い人じゃないし。だがママ友たちの考えは凄まじい方向に裏切られていく。なんだこの封筒、督促状だって。ある日、千春の夫宛てに一通の郵便が届いた。そして手紙を開封した夫は言葉を失った。え、税金が1円も支払われていないだって。なんと千春は夫婦で支払わなければならない税金や子供の保育料など全て未納にしていた。その額は延滞料金も含めてすぐには返済しきれないレベルだった。おい千春、どういうことだ。お前しっかりとやりくりしてるんじゃなかったのか。だって国や役所なんて税金泥棒なんだから払う必要ないでしょ。それよりも自分に磨きをかけなくちゃ。ふざけるな。これから少しずつでも返済していくぞ。お前もパートに出てくれ。はあ、冗談じゃないわよ。私は専業主婦として1000万円を稼ぐ女よ。そんなのはお前の妄想だろうが。妄想なんかじゃ。いいから、お前の税金はお前が払え。お前の分まで払ってやるほど俺には余裕がないからな。ママかっこ悪い。ぐぬぬ。千春はすぐさまママ友たちに泣きついた。みんな聞いてよ、うちの旦那ったら手のひらを返したように働けなんて言うのよ。専業主婦の尊さを分かってないとしか思えないでしょ。そんなの全部自分が悪いんでしょ。七穂さんの言う通りだよ。専業主婦だろうと共働きだろうと納税は国民の義務だし、そもそも専業主婦って旦那さんのお給料で生活しているんだから、やりくりはしっかりしなくちゃ。何をみんなして。専業主婦がいなくちゃいい家庭は作れないのよ。で、だから私は外で働かないで家のことを。税金未納で旦那さんに怒られて、その上お子さんにも呆れられるなんて、とっても素敵なご家庭ね。これにより千春は夫の実家で同居するようになった。マンションの家賃を払うのさえ厳しくなったため、少しでも生活費を浮かせるためである。千春さん、一体いつになったら仕事を見つけてくるの。私は専業主婦として子供たちの面倒が。それなら私が見てあげる。私も専業主婦だから。心配しないで、あなたは働きなさい。千春は週5日8時間みっちりと働いた。稼いだお給料は定年まで経理で働いていた経験がある姑が管理。借金の返済や生活費、
貯金など事細かに振り分けてくれた。お母さん、今月はちょっとだけ息抜きよ。ダメ。ちょっとも？ちょっとも。だが、生来いかんともしようがない千春はすぐに泣き言を言い出した。もうこんな生活は嫌！私は専業主婦として1000万円クラスのことをしているのに。だからそんなのは絵に描いた餅だって何回言えばわかるんだ。だいたいこんなことになったのもあなたの稼ぎが悪いからじゃない。なんだと？あなたが高給取りだったらこんなことにはならなかったのに。それならお前を年収1000万円で雇ってくれる男と結婚すればいいだろう。え？俺は別に自分の妻が専業主婦じゃなくてもいいんだ。お前はこだわりが強いようだから他の男の方がいいと思う。な、何を言っているの？わからないか。じゃあもっとわかりやすくしてやろう。さあこいつにサインしてくれ。俺のところはもう書いたから。母さん、離婚届の保証人を頼むよ。ええ、ハンコもあるわよ。あっさり夫に捨てられた千春は実家に戻るしかなかった。しかし両親の前で働かないわけにもいかず、時給950円でスーパーのレジ打ちをしている。店長、お時給1000円に上げてもらえませんか？ええ、無理無理、とてもじゃないけど出せないや。今の時給が不満なら別の人を雇うしか。喜んで働かせていただきます。時給950円で。もうスーパーの半額コロッケは飽きたよ。油べちゃべちゃで美味しくないし。ねえお母さん、私手作りの料理が食べたい。そう、じゃああんたが作ったら？だって私働いてるし。お母さんだって働いてます。まったく、私も昔は専業主婦できてたのに、なんでこうなっちゃったのかね。どうして私が100円の化粧品なんか使わなくちゃいけないの？こうして千春の生活は180度一変してしまった。一体なぜ道を踏み外したのか、彼女は今も分かっていない。